いやね、何を隠そう、私実はヤリスよりももともとヤリスクロスが大好きだったんです。でヤリスクロスがあって、あのアドベンチャークロスタイプがあって、そして今回ね GR スポーツが加わったんですけど、ヤリスクロスの何が良かったかっていうと、これぐらいのボディサイズなのに後ろのラケッジがまあ広い。だってね、ゴルフバッグとスーツケース一緒に詰める車なんて見たことあります、このサイズで。でそういったユーティリティはそのままに今回ね走り味を磨き上げたなんて、もう最強じゃん、言ってみればね。あのかなりこれはいろんな人に刺さるモデルじゃないかと思います。いろんな車は正直食っちゃうかもね。